YouTube をご覧の皆さん、どうも、翼です。はい。本日紹介します商品はですね、またまた、実際にある店舗さんが、監修されてるカップラーメンということですね。早速紹介いたしましょう。じゃんと。はい、明星さんから出てます、麺屋心監修チーズ担々台湾ラーメン大盛りでございまーす。はい、こちら麺屋心さん、実際の店舗も知ってるという方もいらっしゃいますでしょうし、このね、カップ麺にも何度もなっております。この商品じゃないんですけど、いろんなね、麺屋心さん監修してるカップ麺って今までいろいろ出ております。はい、ここにも書いてあるんですよ、大将こだわりの限定メニューということで、こちらどうやら実際の店舗で期間限定で提供している品と連動して、まあ、発売されてるようですね。では早速ね、お湯入れていきましょう。はい、ドドンダドンと。おー、すごい。中に入ってますのは粉末スープ、液体スープと後乗せ火薬ということですね。はい、で、麺がですね、極太もっちり麺と書いてある通り、太いですね。これは楽しみですね。あー、もうね、スープの感じが赤いんですね。はいはいはい、あー、もうお湯入れただけでですね、このごまの香り、あー、すごい。ではね、5分待ちましょう。はい、では待ってる間に商品説明していきましょう。明星麺屋心監修チーズ担々台湾ラーメン大盛り。麺屋心の期間限定メニューをカップ麺化。チーズとごまのコクに辛さをプラスした大将こだわりのメニューということですね。はいはいはい、大将こだわりの、このあれですね、ここにパッケージに書かれてる方が大将なんですね。はいはいはい、麺屋心は関東を中心に全国で18店舗を展開し、海外にも進出している人気のラーメン店です。今回の新商品、明星麺屋心監修チーズ担々台湾ラーメン大盛りは、麺屋心大将こだわりのメニューで、お店での期間限定提供と連動して、同メニューをカップ麺化して販売します。台湾ラーメン特有の辛さにチーズとごまのコクを組み合わせて、これまでの台湾ラーメンとは一味違う、新しい味わいに仕上げました。もっちりとした極太麺が大盛りのボリュームで楽しめる食べ応えのある一杯ですと。辛い台湾ラーメンの中にこうチーズと僕の大好きなごまが入ってるんで、チーズどうなんですかね、この辛さがチーズでマイルドになるんですかね。ちょっとそれは楽しみですね。はい、では商品特徴ですね。麺、弾力のあるもっちりとした食感で食べ応えのある極太麺を新規に開発しました。極太麺、このために極太麺開発してくれてるわけですから、これは楽しみですね。スープ、すりごまと練りごまに台湾ラーメンの辛味オイルを合わせた刺激的な担々スープです。火薬のチーズと合わさり、濃厚でコクのあるスープになります。そうか、チーズが入るとコクが増すんですね。これは美味しそうだな。火薬、ひき肉、ニラ、ネギ、チェダーチーズ、パルメザンチーズを組み合わせました。火薬にもチーズが入ってるんですね。これだから、ここにチーズが入ってるってことなんですね。楽しみですね。はい、で、こちらですね、今週の月曜日、9月の11日、全国で新発売となっております。お値段1個225円の税別でございます。近くのコンビニ、スーパーで探してみてください。はい、それではね、この火薬など入れて食べていきましょう。はい、5分経ちました。もうね、このごまの香りがすごい。はい、開けていきましょう。じゃんと。うわ、麺太っ。はいはい、うわ、太い。これは食べ応えありそうだな。はい、ではここに液体スープ入れましょう。この液体スープが、うわ、赤い。これが、うわ、赤いですね。あ、で、このうわ、ごまのペーストの香りがすごいですね。はい、一気に赤くなりました。あ、うわ、ごまの香りが増したな、これ。すごい。はい、で、後乗せ火薬ですね。これがチーズなんですね。あ、すごい。ニラとネギとチーズ、うひょーい。これは美味しそうだ。いいですね。はい、で、スープはこういった感じですね。うわ、赤い。ね、ネギとかニラが入ってきて、うわ、チーズも浮いてる。美味しそうですね。はい、では、いただきましょう。はい、それではいただきましょう。もうね、チーズとこのごまの香り、ものすごいです。スープからいただきます。ね、このチーズが溶けたことによって、ちょっとドロッとした濃厚なスープですね、これは。あー、辛さの中にもね、このニラとかネギ、このね、薬味のすごい香りが、入っておりまして。あ、辛っ。そんな中にもこのごまとチーズの味わいがしっかりと溶け込んでますね。美味しい。
美味しい。このすりごまもまたいいな。いや僕ごま大好きなんでね、すごい美味しいですこれ。じゃあ早速この極太麺いただきましょう。うわうまそう。このねニラいい匂いだな。ニラの香りがいい。ぶっとい麺がすごい。太くて結構縮れてる麺なんで、このドロッとしたスープがすごいまとわりついて入ってくるんですよ。これ猫舌の人気をつけてください。ものすごく熱いです。でね、すするとこのねチーズの香りすごい口の中にふわっと広がりますね。スープ飲んだ時よりもチーズを感じます。あー美味しい。これすっごい美味しい。辛いけど美味しい。すごい。あのね、チーズなんていうの、辛さがマイルドになるとかそういうことよりもこのスープが濃厚になってコクが生まれますね、このチーズを入れることによって。でスープがドロッとしてるんで、すすった時に火薬のニラとかネギも入ってくるんですよ。またねその香りもいいですね。ただやっぱりチーズとかねごまとか結構入ってますんで、本当の激辛好きっていう方には辛さには満足いただけないと思います。僕でも食べられますから。はい、ということで麺屋こころさんのチーズ担々台湾ラーメン、本当にね濃厚なチーズの香りね、この口の中にこうすすった時にふわっと香るんです。これがすごい特徴的でした。でね、香りはやっぱりこのごま強いですね。やっぱりすりごまとこの練りごま両方組み込んであるっていうのがいいんだと思います。期間限定メニューですから、もうもちろんカップ麺も期間限定ですけど、お店でも期間限定ね、大将のこだわりのメニューということなので、ね、お近くに店舗ある方ね、お近くにスーパーコンビニで見かけた方、ぜひお手に取ってお試しください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。いやーね、本当になんだろう。担々とチーズ合うのかな？僕今まで食べたことない組み合わせだったんで、もちろん担々も好きなんですよ。担々麺も好きなんですけど、チーズも大好きなんですよ。大好きなものが詰まってます。チーズ大好き、担々麺大好き、極太麺大好き、で、ごまが大好き。もう大好きなものが一杯になってるこの一品ですね。すっごい美味しかったです。でニラとネギもね、この薬味のねこの風味ですか、これもまたいいアクセントなんですよ。うん、すごい美味しい。辛いだけじゃない濃厚なコク香りが楽しめる一品となっております。麺屋こころさん監修のチーズ担々台湾ラーメン大盛り、ぜひお試しください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。そんじゃあね。